この流体力学はねえとどうなっていくんだろうということでえと私あの流体力学会っていうところで2030年の流体力学会はまあ流体力学はどうなるんだろうっていう私と同じぐらいのま,ああのまだ一応比較的若手と言われておりますけれどもあまりもう若くはないんですがその議論した時に描いた絵でですね えこの流体力学っていうのが今、だいぶこう確立されてきて、このえと下の部分ですね、理論、実験、計算、最近ですとこのデータサイエンスですか、そういうところの,この基礎的なところをやってるんですけど、この流体力学がハブになって、いろんな分野に貢献、これからしていくだろうという、そういう絵をですねまあ皆さんで描いて、これ、非常に素晴らしい絵で、私が描いたことになってるんですけども。 実はですね最初に描いたのはこういう絵だったそしたらですねあの偶然実家にいまして私妹4人いるんですけども一番下の妹が今芸大で教えてまして兄貴がさすがにこの絵はひどすぎるって言われてですねそれうちの妹がですね3分ぐらいちょこちょこっと直したらですねこうなったこうなったとねやっぱアートの力っていうのは素晴らしいですね、えー、なので,でこれが流体的学会のホームページとかにも載っていてです あのうちの妹をクレジットしなくて申し訳ないなと思ってるんですけど、まあ、次お願いするときはお金払おうと思ってるんですがここでですねこのデータっていうのがあるわけですねでこれデータっていうのが一般にはどうなってるのかっていうことを、まあ、少し考えたいんですけれども、えー、私はあの話し始めると無限に話すんで一応時間だけ確認しておきましょうそれでですね、えー、こういうまあ絵がですねまず正しいのかどうかもまあ分からないんですけれども 元々、えーま、流体力学っていうのはこの、まあ、理論と実験と、まあえー、340年ぐらい前から計算っていうのが入ってきて、まあ、これはぐるぐる回っているという、まあ、こういうところの基盤ツールあって、まあ、その結果を後処理したりすることによって、まあ、我々の理解が深まったりそれを設計に使ったり予測に使ったりと、まあ、こういった形で、まあ、これまで研究を進めてきたのかなと思ってます。 でこういうい数値計算だとか、最適設計だとか、こういうところに、機械学習とかデータサイエンスがまあどういうふうに入ってきてるのかっていうような話があるわけなんですけれども、もともと乱流の難しさっていうのは一体何かっていうと、この大きな渦から小さな渦までま、非常にスペクトルが広いというか、時空間的にもスペクトルが広いと。 でこのナビエストークスの方程式というのが、まあ、ここにあるわけなんですが、まあ、この中でもです、ね、特にこの U と U が掛け合わさるここのところから、えー、次から次へと渦違うスケールの渦が出てきまして、まあ、こうど,んど,んどんどん渦がカスケードされて、まあ、古典的には大きな渦からエネルギーをもらって小さい渦にどんどん流れていって最後、渦が小さくなると粘性、えー、によって熱に変わると。 まあ皆さんがえとバスタブをかき混ぜると大きな渦ができてそれがだんだん小さな渦に分解して最後また静かになっちゃう、まあ、これはえ投入した運動エネルギーが最後熱に変わると、まあ、そういった病蔵なわけですねでこいつをえーまあ基本的にはこの小さな渦から大きな渦まで全部計算機の中で改造できればえほぼほぼ実験の結果を再現できるっていうことは えー、おおよそまあ皆さんアグリーンなんじゃないかまあそれぐらい逆に言うとこのまあが1個のこの式なんですがというか質量保存式がないんですけど <laughs> まああのいいとして、えー、この方程式がまあ,あの海の流れとか空気の流れとか車の周りの流れとかまあ全てをこれで説明できる。 逆に言うと、まあ、流れは非常にバラエティに富んでるので、この方程式の解っていうのは、まあ、非常に複雑な解を、まあ、非常に多様な解を用えるということなわけですね。で、ここであの難しいのは、今、のこの小さい渦も全部改造するっていうことは、ものすごく細かい計算メッシュを切って、それで初めてまあ計算ができると。 当然ですね、まあ、ちょっとその粗い格子で計算したい、まあ、この大きな渦は改造するけど、まあ、小さな渦はもうなくてもいいんじゃないかっていう、まあ、そういうふうにです、ね、計算コストを削減せざるを得ないわけですね、実際のところは。まあ、それでもですね、この大きな渦と小さな渦が、まあ、別に独立であればですね、ああ別にどこで切っても関係ない。えー、ところがですね、このナビエストークスの方程式を、 平,平滑化というかフィルタリングしたり平均化をするとまあそのフィルターされたこう大きな渦の方程式が出てくるわけですがそうするとですね実はこのさっき言ったここのタームからこういう新しいタームが出てきましてこの要はですね流れをまあこの大きな渦と小さな渦に赤が小さな渦だとして、ね、小さな渦だと分けた時に大きな渦の方程式の中にこの小さな渦の タームが入ってくるわけですねこれは何を意味しているかというと、えー、大きな渦はあの小さな渦の影響を受けていてこの小さな渦をもし計算上見えなくなっちゃった時にこいつの効果をちゃんとこの大きな渦に入れてあげないと大きな渦が解けなくなるということを意味していて、まあ、ここはまあいわゆるその乱流のクロージャーの問題になっていますでここを、まあ、いかにこのもしですねこの え小さな渦のところを大きな渦の性質からこの効果を予測できればここがまあブルーのフィルターのされた速度で表現できるんで方程式としては閉じてえ大きな渦だけの方程式が解けるんですが残念ながらまあ今の未だにですねこの小さな渦の効果をちゃんと表すことができなくてまああのこうやってどっかでカットオフすると。 この全部を改造したのと同じぐらいの精度でまあ解くことができないと。だけれども、計算資源も限られてるし、時間も限られてるから、通常は、工学上はどこかでこれを切って、ですねこの小さな渦はもう見ないことにして、あ何らかのモデルを使うということなわけですね。 でまあ、そういったときに、まあこう、例えば機械学習みたいなものがどういうふうに使われるかというと、先ほど言ったように、この大きな渦の情報だけから、まあ、この小さい渦、こんなふうになってんじゃないのみたいなのを予測して、その効果をここに入れてあげられれば、えー、実は大きな渦だけを解いてでもいいということですね。これはあの東北大学の,あの服部先生のグループがやられた、まあ、結構有名な。 こういった研究のは最初の方2017年ですからもう今から6年ぐらい前にやられた研究ですね。要はそのフィルターされた粗い計算の情報からこの細かいところ、まあ、ケースケー解像度できてないところをこう予測するようなニューラルネットワークを使って。で、えー、と計算自身は非常に細かい DNS という直接数値シミュレーション、すべての図を解像する。 シミュレーションしてるなので、これはほぼほぼ正しい。で、ここからですね、フィルターをかけて、まあ、仮想的にこう、荒い格子で見た流れを作ってやると。それで、この細かい渦の効果っていうのを、大きな渦から予測できますかっていうことをやってる。まさにその先ほどの乱流モデルをやってる。まあ、実際に非常にこの DNS と ANN っていうのがニューラルネットワークですが、まあ、非常に合うという。まあ、あの、 ある意味、その改造できていない暴力、力渦による暴力を予測できるんだよっていうようなことをまあ示したご研究になってるわけですね。えー、まあそれはいいんですけれどもここの、ここのニューラルネットワークは一体何をしてるんだなんかこんな、なんか入れて、なんか出てくるみたいな、このブラックボックスの箱みたいになっちゃうわけですね、ニューラルネットワークそれでですね、えっと、これはあのー、オーストラリアのメルボルン大学のリチャードさん。 えー、この間会いましたが、この人は結構ちょくちょく日本に来てる方なんですけども、まあ、このグループの人たちがやってるもので,です、ね、これはですね、同じように、やっぱり小さい渦の効果をモデリングするんですが、式を出してしまうんですね。式を、どうやって式を作るのかっていうと、ここにちょっと小さくて見えないかもしれないですが、シンボリックリグレッションという方法があって、 いろんなタームとか足し算とか掛け算とか引き算とかをですねこうバンバカバンバカ組み合わせて式をですね作るっていう方法があるんですね。でそうするとこの先ほど言った大きな渦と小さな渦の関係性をこうなんか数式で表現することができる先ほどのブラックボックスじゃなくて式を出す組み立てられるという、まあ、そういうようなことも最近非常に流行って ところがです、ね、この式はです、ね、流れに応じて見てください、もうわけわからないぐらい複雑な式がブワーッと出てくるわけです。でもこの論文でちょっと面白いなと思ったのは、こういう式を全部まとめて縮約していくと、まあ、最終的にこういう形になって、この人たちはいくつかの流れでやってるんです最後、こんなような式になるよって。えー、これはです、ね、左側がレイノ力ゾの等、えー、方性の成分なんで、まあ、これはある意味、 改造していないな応力の部分ですねそれを改造している部分の、まあ、こうテンソルですねテンソルと普遍量で表現していて、えー、まあ物理法則なので必ずこうテンソルを表現されなきゃいけない、まあ、であとのこの辺の係数だとか式の形は、えー、シンボリックリグレッションで勝手に出てきたという、まあ、こういうふうに式も、えー、データからですね、まあ、読み,読みあなんていうんですかね出力することができる。 え少し話は変わりまして、これもですね機械学習で、これはですねナビエストークスを使わないで、ナビエストークスもどきみたいなことをしちゃおうと、これは2つの壁があって、その間にこう流体が流れていて、これは周期境界条件なんで、ここから出たものがまたここに入って、ぐる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 流体が回ってて、この中、ぐちゃ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 乱流状態。 でここの断面を切るとですね、まあ、こういう DNS って、これ、まあ、実際のシミュレーションの結果があります。で彼らは何やってるかというと、この流れを与えたら、少し時間が経った後デルタ T 経った後の流れを予測しようと。で当然、初めはちゃんと予測できないから、この DNS の結果と違うんですが、これが DNS の結果にな,りな,なるように、誤差を最小化するようにですね、 ニューラルネットワークを学習すると、ある時刻の面のデータを与えると、その次のステップの面の流れの情報が出てくるわけですね。それをまたこっち側に入れてやると、またその次のステップが出てくるということで、まあ、この面の中の乱流をですねこう自動生成して、どんどん時間発展させることができる。まあ、これは要は、もともとはナビエストークスのこういうデータがいるんですけれども、そのデータを見て、この面が 今の時刻と次の時刻にどういう関係性があるから、それだけ抽出して、あとはそのマシンラーニングのモデルに今のものを入れて出てきたものをまた入力に返してっていうのをぐる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 回せば、この面だけの乱流状態をですね、ずっと作っていくことができる。まあ、そんなことをやって何の意味があるんだと思われるかもしれないですが、実はこれ、あの、別のですね、流体シミュレーションの入り口条件を作るときに、必ずこういうですね、 ドライバー部分、乱流生成部分というのが必要になってきて、そのときにこういう計算をして、ある面のデータを取り出して、別のシミュレーションの入り口の条件に使うんですけれども、そうすると、この3次元の流体のシミュレーションを毎回解かなきゃいけなくて、大変なんですが、これはですね、ある一面だけ、まあ、最初のパワーを与えると、勝手に統計量を再現する、えー、ものができると。まあ、これなんかは、まあ、ある意味、学習して、 えー、新しいいモデルを作っちゃうっていうことこですね、えー、また同じような話ですけれどもこれはですね東工大の大西さんこれは私と同じ年か1個下かな、えー、学生時代から大変仲良くさせていただいている方なんですけれどもこの先生はこう都市のシミュレーションっていうのをやってるんですねで都市っていうのは当然こう細かいメッシュでは切れない で大きなスケールのシミュレーションしかできないんだけれどもそうするとこの各道のですね道でどんな風が吹いているかまでは計算格子が荒くて、まあ、できないあの予測できないんですね彼は何やってるかっていうとこの荒いまあ格子の点の情報とこの細かい、えー、シミュレーションというのを事前にやっておいてその間の関係性を学ぶことによってこの荒いシミュレーションを入力にして この細かい計算がどんなふうになるのかっていうのを予測するようなまあそういう機械学習をやってるまあそれによってですねこの真ん中が荒い計算の荒い観測データだという荒いデータですねその荒いデータでこの左が正解だとするとこの右が予測結果なんですねまあこうやって見てみると非常にですねこの少ない観測にもかかわらず それぞれの道でどんな風に流れてるのかとか、ですねまあかなり忠実に再現できている、これは言ってみれば、ですね街の中に人が歩いていて、街の皆さんのスマホからですね今こんな温度だっていう情報を集めて、それは非常にスパースなんだけども、それを集めて、機械学習ですべての道の間の流れを予測してしまう、そういうようなことができちゃう。 彼はですね、あのプレゼンの時に、マシンラーニングは内装しかできないと言われてますが、外装もできますと宣言しておりまして、えー、私はそれは本当なのかしらと思ってですね、感心したんですけれども、えーまあ、あのそういう、もしそうだとするとですね、まあ、スミュレーション置きこぼっちゃうんじゃないの、まあ、最近はいろんな研究がありまして。 これはですね光視点の状況、よくこう物体の周りの流れとか、物体の中の流れのときに、光視点を切りますけれども、光視点の位置を与えると、ですねもう自動的に流れをこう予測するような、そういうことができる1、1%以内で抵抗を予測できるとかですね、そういうことができると、それを使って最適化ができる、要はそのナビストークス解かなくていいわけですから、もう形が見た瞬間に流れがもう予測できたら、 あの最適化とかが進むわけですね。まあ、そういうような話っていうのがまあ山のように今ある状態ということですね。ですので、えーまあ、この、まあ、今、これまではです、ね、こう切って切って細かく切って、高解像度で高精度の計算がずっと進められてきたんですが、そのデータからですね、こう組織化モデルみたいなのができてきて、そうすると非常に荒い格子なんだけど、 その組織化モデルと組み合わせることによって高解像度になるのかと、まあ、もし仮にです、ですナエストークスを下手したら使わないで一気にもう形から流れに持ってっちゃう、未知の流れを予測、マシンラーニングは果たして内装なのか外装なのかっていうか、外装の字が違う、ずとうちもです、ね、最近、の家の壁がです、ね、あのおかしくなってきて、外装って言われると、もうね、こっちの字しか思い浮かばなくて、あのお金をどうやって捻出しようかと思って。 えー、釣りを買うのを断念したところなんですけれども、まああの、外装ができるのか内装ができるのかっていうところは結構大きな問題ですで、えー。もしですね、外装ができるとして、マシンラーニングモデルみたいなもの、つまり、イいシミュレーション、もしくはダイレクトに予測するようなものが、この今までやってるような HPC に基づくナビエストークスをちゃんと解くようなモデル。 こういったものを置き換えるんだろうかとかですね、まあ、そういったものが気になりますねで。置き換えるっていうことはどういうことかっていうと、製品設計を行う上で十分な精度で予測できれば置き換わるわけだと思うので、まあ、という話があります。で、一方で、この HPC は HPC でですね、まあ、GPU を使ってどんどん計算が速くなる可能性もあるし、 まあ最近ですと量子コンピューターを使って変微分方程式を解くみたいな論文もちょこちょこありますそうすると,えーとこういうですね何ですかナビエ・ストークス方程式ベースなのとマシンラーニングっていうのはどっちがいくのかというで先週流体力学会じゃなくて数値流体シンポジウムという学会があって何人かの先生とお話ししてたんですけども結構半々ぐらいに分かれるというですから 答えはないどうなるか分からないというですねはいそういうことですよねただですねこの今までこうやられてきた富岳だとか経営とかですねそういうところでやられてきたこの HPC が意味がないわけではなくてこれはですね学習するための高精度データとしても変わりがないものなんですねだからこの重要度っていうのは変わらない、まあ、HPC で設計するのかどうかはちょっと分からない ですねまあ、そういう話ですね。えー、お22分頑張りましょう。えー、ちょっと今までこうどん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 力学モデルと離れましたけれども、まあ、理論はどうなのかっていうねニューラルネットワークっていうのはある入力を与えてこう出力を出してくる、まあ、先ほどで言うとこう,こう粗い格子のデータから 細かいところはこんな風になってんじゃないのみたいなのを予測するんですがそれが本当に物理を満たしているのかっていうのは、まあ、なかなかクエスチョンマークなわけですねで、えーまあ、一応そのトレーニングデータを再現するようにはするんだけれども今まで学習したことのない新しいものを予測できるのかっていうのが、まあ、大きな問題になっている。 でまあ、そこでまあ別のもう一個の方法としてもしその予測したものが物理法則を満たさないんだとしたらその物理法則をとを 等の誤差残差をですね、ロス関数に入れることによって、つまりある程度の予測はあるんだけども、ちゃんと物理を満たすように、そこにこの新たな損失関数、つまりこれを満たすように入れてみればいいじゃないかという考え方があるんですね。これがフィジックス・インフォームド・ニューラーネットなぜかというと、ここにですね、要は流体の場合はナビエ・ストークスの方程式とか、質量保存とか、そういったロスをですね、ここにぶっち込むわけです。そうすると ここから出てくる答えっていうのは、えー、データを活用しつつ、えーし、今まで知られてるナビエストークスの方程式とか質量保存も満たすようなものを出してくるから、まああ、信頼できるだろうという、そういうことですね。えー、例えばですね、まあ、こういう方程式がありまして、この方程式ね、<laughs> これはあ,のある速度 c で、まあ、なんか u という情報がこう流れていくと。 こういった方程式ですね、流方程式、まあ、流体で一番簡単な、まあ、言ってみれば温度が高い、濃度が高いものが速度 U で流れていく、こういったものをです、ね、先ほどのニューラルネットワークでこう解くことがまあできるんですね、こういう解ですよね、横軸が X で縦軸が時間とともにこれがいっていて、周期境界条件のこれがまた入ってきて、こういう解ですね。 でこれは境界条件と初期条件というのがあって、あとこの X と T の領域の中で、すべての点でこの方程式を満たさなきゃいけない。だからこれの残差をですねこう全部このロス関数の中に突っ込むと、こう方程式を解けるようになってしまうわけですね。こういうことができると、もうあの数学の勉強なんかしなくても、この方程式を入れて、これの残差がゼロになるように、機械学習さんお願いっていうと、解いてしまうという。 まあこちらはその先ほどの方程式を機械学習で解いて、だから機械学習でもです、ね、その微分方程式を解くことができるわけですね。まあ、そうなってくると、えー、データをたくさん食べるだけではなくてです、ね、そのある方程式、まあ、僕らが知ってる、そういう法則を組み込むという、まあ、そういうことができるようになって でそうすると、です、ねまあ今日はこのあと、井ノ先生のお話に合うように、データどうかみたいな話が出てくるわけです。つまり、流れっていうのは見えませんけれども、ある限られた点で観測データがある、そうすると、この点ではこうだよねっていうのはなんとなく分かってで、その時にですね、えー、その点でのですね速度とか濃度とかを満足しながら、えー、この全体の測ってないところを物理法則を満たさなきゃいけないから。 そういう流れ場を見つけられますかっていうそういう最適化問題を解くことができるんですもしそういうことができると今のこの計測データにもフィットするしそれからその予測された結果物理法則も満足するという、まあ、そういうことができるようになるんですねで今あのいろんな、ね、流体の計測のデータあの方法ありますけどこういうのっていうのは まあ点だったり、面だったり、どうしてもこの3次元空間中の全てのものを計測することはできない。でも一部でも計測できたら、それを取り込んで、さらにその計測してないところは、ナビエストークスを満たすんだと。それで機械学習で学習してですね、予測するまあそういったようなことが非常に行われている。直感的にはですね、例えばこれはあ,のある管の中を流れる乱流の模式図ですが、 まあこういうい乱流で,す、ね、でこれをまあこれが正解はだけど知らないとして、まあ、いくつかセンサーのポイントがあるわけですでそのセンサーのポイントのデータはとりあえず取り込めたとすると、まあ、その辺の流れは予測できるんだけどもそれだけじゃなくてこのセンサーとセンサーの間測ってないところも、まあ、実はそのナビエストークスの方程式とか連続の方程式とかそういう物理を満たすように ならなきゃいけないと知ると、まあ、おおよそその流れが決まっちゃって、全体が予測できるんじゃないかと、まそういうことですよね。まあ、これはうちの学生さんがちょっとやってくれた例ですけど、例えばこの黒い点だけ、この上の流れから計測したとしたら、こんな感じになるんですが、この時点でどうですかもう結構予測できてるんですよね。おっと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 、どこに私のマウス、私のマウスちゃんが、あー、なんで 手が震えてるはい。えー、どうでしょうか、この黒い点だけ計測しても、ですね、例えばこの辺はなんか遅い速度のものがこのチャンネルの真ん中にあるっていうのを予測できるわけ。ねで,えーとまあ、でも真ん中辺はやっぱり測ってないから、さすがにちゃんと測予測できないけども、まあ、こう物理法則を使えばですね、ある程度こう予測できる。でこれでどん,どん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 ですね、センサーの数をもうちょっと まあこの場合ですね、5個5面あるとですね、ちょうどまあ最適というかですね、こうやっていくとまあ予測が非常に完璧にできる。だから全部の点を測ら、この部屋の中を予測したいときもまあ全部の点を測らなくてもよくて、限られた点を測って、シミュレーションの中に入れればいいんじゃないかという <laughs>、そういう話ですね。で、なんか私の画面がおかしなことになっている。はい。 でこれはあのブラウン大学の、えー、ジョージ・カーニア・ダーキスという人たちのグループですけど、彼らは何やってるかというと、これは、えー、エスプレッソコーヒーの上に流れている流れを予測しようというものでですね、ちょっと私のマウスがどこにいるか分かんなくなっちゃったんで、これはレーザーポインターを使う。これはシュリーレン画像といいまして、えっと、 ま,あまずまあのこのエスプレッソのコーヒーで温められた空気がですねこう上に上がっていくんですけれども、暖かいと密度が低いんで、それが影になって影絵ができるんですね。でその影絵を使って、まあ、なんかが動いてるのがディテクトできて、さらにですねその周りはナビエストークスを満たさなきゃいけないっていう、そういうものを全部突っ込むことによって、このシュリー・レンの、まあ大,まあ、大雑把な絵から流れをもう予測できちゃうっていう、まあ、そういうような研究ですね。 私もそれに似たようなことを少しやってまして、ちょっと私のこのパソコンが異様に遅くなっちゃったんですが、どうしちゃったんでしょう。次の画面に切り替わらないんですが <laughs>、画面が切り替わらない。止まっちゃいましたね、え。ー これはですね、生物の中でもそういうことができて、えー、この魚はゼブラフィッシュっていう魚なんですけど、体が透明なんですね。で、体の中が見えて、で実はこれはですね、あの癌細胞を入れることもできる。で、あの私の妹の一人が今、アメリカの大学でですねあの、薬を作ってるんですけど、こういうことができると、この、癌細胞に薬がどうやっていくのかとか、血管が見えますから、れ全部見えるってで、この、 血液の流れがどうなってるのかっていうのが結構重要で、えなんかすごい、めっちゃくちゃ重くなっちゃったんですけど、いけるかなこれは各スライドを話している途中に次のクリックをしないと次にいけないパターンですね。どっかの公園でそれが起きたことがありますけども、え。ー 全然次のスライドに行かない。これはですね、えー、これもまた再生されないのかな。えー、と今動画再生されてませんが、この赤いやつは赤血球なんです。で赤血球がこう移動するのが見えて、でもこのあ緑は血管です。これはゼブラフィッシュの脳の血管なんですけれども、この赤血球があるところは速度わかるけども、その間は見えないわけですよね。 でもこれさっきのエスプレッソコーヒーの話と同じでこの赤いところのデータだけを使ってこの間はどうなってるのかっていうのをナビエストックスの方程式を,つを満たすはずなんであの血液っていうのはこの赤血球と結晶でできて結晶っていうのはほぼほぼニュートン流体なんでここはニュートン流体の方程式を満たしているはずなんです、まあ、そういうことをすると、まあ、この A だけからですねあの実はこんな風に流れがなってるんじゃないのっていうのをです、ね、予測することができるんですね でこれはちょっと話があれになるんでサクサクいきますけど、お少しご機嫌が良くなったかもう結果のところいっちゃいますけどね。まあ、さっきのエスプレッソと同じようなことをやってるんですが、えー、来るかな、来るかな。これ何をやってるかっていうと、この赤血球からですね、速度を抽出して、でかつこの周りはナビエストークスの方程式を満たせてやると、 えー、この赤血球の動いてる動画だけからこう流れをです、ね、予測できる。特にこう血液なんていうのは血管の先端応力とかすごい重要なんですけど、それ流れを再構築できたり、圧力を再構築できる。圧力なんかは測れないんですけども、この絵だけがあれば圧力も分かる。まあ、こういったのもです、ね、やっぱ機械学習があって、まあ、初めてまあできるようになったのかなと思いますね。今それをこう3次元の これは今2次元に見えますけれどもえ3次元の血管でやったりとかまあそういうようなことをやってますね。あとはですね、この実験においてですね、機械学習って結構あの重要でですね、使われてるんですね。 でえっと、私はあのインクジェットプリンティングの最適化みたいなことをやってまして、ちょっとまだ画面が出ませんけれども、今、あの印刷だけではなくて、ですねこういろんな電子デバイスとか細胞とかですね、そういうのがこう印刷できるようになってきて、この印刷のやって3次元的な構造を作るみたいなのが、まあ、すごく流行ってるんですね。で えー、その時にですね、き、え、に、ーまあ、研究室の中で、まあ、一応そのプリンターみたいなものを作ってで、まあ、どういったメカニズムかというとここの上のところでですねピエザーアクチエーターがピュッピュ押すとですねここからインクジェットが出てくるっていう、まあ、そんなようなですねでここにある電圧を与えるとその波形でこのピエザーアクチエーターが動いてここからあの液滴が出てくるんです。けども ただですね、これがですね、まあ、いろんな波形を与えると、この結果がだいぶ違うんですね。で、結構繊細なんです。えー、これね、あの違う波形を与えるとどうでしょうか。こう、一滴だけきちっとできるときもあるんですけど、こう、ドボ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 出ちゃったり、こう、一滴だけこう小さい液滴を一個作りたいっていうのが、まあ、大きな目標なんですけども、まあ、これをですね、最適な波形を探すのってなかなか大変ですよね。 それでこれをですね、まあ、実験的に、自動的にこう最適化するような、まあ、そういうようなことが、ですね、まあ、機械学習があってできるようになってきたかなと、つまりどういうことかというと、こう波形をですねまずデザインしますねで、それを与えますね、そうするとこう液滴が出てくるわけですね。 見てみますね。そうすると、私は1滴が欲しい。こんなどボどボ出てきて欲しくない。そうすると、それはダメだよっていうことを返してやるんですね。それ機械学習で、じゃあこんな波形がいいんじゃないかと、こうぐる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 自分で自動的にですね最適化してくるで。これ1ケースを非常に早くできますから、計算じゃなくて実験ですから、液滴1個出すのなんていうのはもう1秒もかからない。そうすると、このループがですねあっという間に終わって、まあ、10分ぐらいで、ですねこの PC はですね、この プリンターをどうやって制御すればいいかっていうのを学習しちゃうんですね。あの、このシステムを作るのに2年、3年かかりましたけど、あの、最適化する時間非常に短い。こういうあの実験のこう、なんていうんですか、えー、高速化って、あとで自動化、こういうところもですね、まあ実は機械学習で大きいかなと思いますね。ちょっと時間が足りなくなってきたんで、私飛ばしますね。えー、理解ですか。 えー、このね、理解、えー。最後にですね、まあ、最後というか、あれなんですが、あの、我々は、じゃあ、そういう技術が出てきたときにですね、こう、なんか物事を理解できるのかっていう話がありましてですね、ちょっと今、そのスライドに行きますが、まあ、そこはどうなんで、えっと、理解できるっていうことはですね、まあ、そもそもどういうことなのかっていうことを考えてみますと、 まあ、ある現象をこう数式化できたらいいんじゃないか。もしくは、ある現象を単に数式化できるじゃなくて、どうしてなのかということを言葉で説明できたらいいんじゃないか。えー、こういうパラメーターが重要なんじゃないかとか、こういうメカニズムなんじゃないかとか、まあ、そういうことが説明できないといけないんじゃないか。えー、もし理解できたとしたら、それを実践することで新しい価値とかアイディアができるはずだ。 まあどっちかっていうと、えっと、この最後のやつは、うん、なんとなくその、最後のやつはこ、こっちね。最後のやつはですね、えーまあ、理解し,しなきゃいけない目的に近いと思うんですが、まあ、こういうことがしたいからまあ理解したい。でまあ、一つのあれとしては理解できなくても新しい価値を創出できれば理解しなくてもいいのかとかですね、まあ、そういう話があるんですけれども。 まあ機械学習にせよ、数値計算にせよ、なかなか我々の理解が追いつかないまま、性能だけ得られるということは結構あるわけですね。えー、この研究は、ですね、この二重振り子というものがありまして、ここがピンで止まってて、ここが振り子みたいに振られるんですけど、もう一個振り子があるんですね。この振り子のはすごく複雑なカオス スティックな運動をするんですけれども、この人たちは何をやってるかっていうと、この4つの点の位置をです、ね、ずっと計測して、この計測からこの、えー、2つの振り子の角度、角速度を求めて、でかつですね、機械学習によって、こういう値が保存されてるっていうのを導いてるんですね。これはハミルトニアンってやつで、要はですね、この,この運動を見ただけで、 エネルギー保存だとか、まあ、ニュートンの方程式とか、まあ、そういうものを導くみたいなことが、これは言ってみれば、ニュートンが昔星を見て、あ星ってなんかこんなふうに運動してるんじゃないかしらみたいなことを、カチャ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 自分でやったニュートンの方程式みたいなのを出したわけですけども、そういうのを機械が自動的にまあやるような時代になってきて、まあ、数式を発見するということも別にそんなにあの珍しいことではない。で、これはあの単なる二重振り子ですけれども、 ナビューストークスの方程式を発見することができるのかという話がありまして、こういうですね、シミュレーションデータだけを渡して、実はそのデータを使って、自動的にこう度方程式を導いているという、これよく見ていただけると、ここに0.9931、ここ1なんですね、ほぼほぼ11だとすると、これ遺留方程式になって、この2回微分の前に0.0099、0.0099という数を。 弾き出してますけどこれはちょうどレ能数が100なんでレ能数分の1になっているというですから、えー、絵を見てこういうナビエストークスの方程式を勝手に機械が見つけるっていうことも、まあ、できるようになっている、えー、<laughs> それからですね私はこの今回紹介する論文の中で一番大好きな論文なんですけれどもこれは何かというとですね、まあ、ナビエストークスの方程式が分かったとしてメカニズムは何なのか メカニズムって言われると皆さんはど何を持ってメカニズムとするのかっていうのは人によって違うんですが少なくとも私の中ではある現象がこのナビエストークスの方程式っていうのはいくつかのこの式から項からできてるわけですねその中の支配的な項がどれとどれがバランスしているのかっていうのを知るっていうことが非常に重要なわけですえこれはですねこの場所は大流行とか何とかが支配的だとこの場所は 年項だけが支配でつまりですね、ここはビスコスレイヤーで、ここはログローで、ここはフリーストリームでっていうのを自動的に判別しているんですよね。それをですね、さらにもう、私の大好きなメキシコ湾のですね海流の流れでですね、それもや今、出ますけど、こういうことで、どこでどのとこうがバランスして、どういうメカニズム、これはどうですか、理解したことにならないんでしょうか。私はななんんかねこういういの好きなんです それだけじゃなくてですね、流体力学っていうのはたいこう支配的な無次元パラメータ、こう支配方程式が決まったと無次元パラメーターっていうのがあるんですね。で、その大事なパラメーターもデータから <laughs>、えー、そ推定しようと。これはテイレイリーベナール対流と下の壁が高くて上の壁が冷たくてぐる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 乱流が起きる。で、この時にですね、熱流速を支配するのがレイリー数であるっていうのを求めています。すごいですね。 渦の、えー、かところからですね、この原子はレイノー数が支配しているというのを自動的に求めています。これは、まあ、こういったことも、まあ、できるようになってきてるわけですね、えー。最後にその言語化っていうことでですね、少しあの私たちが例えば事業の時にですね、この球とか円柱の周りにこう流れがあってですね、 で縦軸が抵抗係数で、横軸レイノースで、こういう絵を描いて、これは物理的に一体どういう意味があるのかということをですね、あのまあ、授業で説明するわけですね。そうすると、こういう領域はレイノースに依存しているか、粘性が支配で、操流剥離の領域があって、ここは CD がレイノースにほとんど寄らなくて、完成項で抵抗が決まっていて、でもあるところで操流境界層が乱流に遷移して、乱流になって、それで、 削離点がががが後ろに下下ってで CD が下がる、まあ、ドララッグクライシスが起こるこういったものを機械学習が自動的に、今ではチャット GPT とかありますが、説明するっていうことはありえないのだろうかという考えると、まあ、必ずしも脳ではないんじゃないかという、まあ、大学の先生なんかいらないんじゃないかというです、ね、まあ、そういうあ現象を支配する方程式だとか、無次元数だとかですよ、こういう無次元数で整理すればいいとか、まあ、そういう研究もさっきありましたね。 支配的なを童貞することもできますね、まあ、この辺のメカニズムのところはどうなんでしょうかそのうちあれになるんでしょうか、えー、ちょっと時間が押してきましたんで、えー、あと3分しかないんで、しかもこのスライドがなかなか動かないというこのあのハンディキャップがありながら、えー、この流体力学の現状とこれからということで、もう完全に独断とあれでもう私も頭が。 よく分かんんないんですけどもさっきの絵の中にこう機械学習みたいなものが入ってきて、ですねこの機械学習みたいなものが数値計算であれ実験であれものすごい数のデータをパク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 食べてそれによって、ですねこの組織化モデルだとか実験で言ったらさっき言った自動化とか、まあ、そういうことがどんどん進んでいて本来は人間が一生懸命やってたことを、まあ、代理でやってくれてるようになっていると。 まあそれによってこういう縮約モデルができたり保存量が分かったりとかまあそういうようなことが続いていてですのでこの数値計算も先ほど言いましたけれども計算の進展の話と同時にこの機械学習の学習が進んでいるのでまあ流体力学者の夢なんて書いてますけどまあ別にこれが夢なのかどうかまあ我々みたいなあの数値計算オタクは。 ベストークス方程式を解くだけで幸せなんで別に解かずに未知の流れを予測できてもまあ別に嬉しくはないんですけどもまあでもこれは一つの夢なわけですね実験がどうなるんだろうかまあ実験には少なくともまあ私が言えることはこの実験のデータにしろ数値計算のデータにしろもはやもう違いがなくなってきていて そういった面では、どっちもまあどんどん近づいてきてるっていうのと、実験も自動化されるようになってきてるっていうのはまあ非常に大きなことでかなと思ってます。で、えっと、それと同時にですね、まあ、今日はあまりお話ししませんでしたけど、この機械学習っていうものがあの設計とかですね制御とか。 まあそういった方や予測とかそういった方にもどんどん使われるようになってきてその結果すらですねこうデータとしてまあちょっと今こう機械学習に変えても,も新たなデータと考えてもいいんでしょうかまあこの中で勝手にぐる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 回るようなそういったことが起きているんだろうと思ってますえまあそうなってくるとですねまあその まあ今までの HPC でやっている高精度な結果と、それからこう機械学習で出てくる、まあ、正しくないかもしれないような結果みたいなのはどうやって扱使うのかとか、その中で人の理解とか知識がどういうふうに作るのかとか、あと機械学習が人の発想やひらめき、まあ、先ほどの理解にも近いですが、まあ、そういったことをするのかどうかっていうのは、まあ、この辺はかなり意見が分かれるところなんじゃないかなと、まあ、私はなんか結構できちゃうんじゃないのっていう気もしています。<laughs> まあそういったものが、理解って書いてますから、人はここにいるっていうふうに思ってもいいのかもしれませんが、そういったところからこう数式か言語か知識かみたいなことをすることで、なんかできる、それからこう人がまあマシンラーニングとこう対話することによって、なんかさらに人の理解が深まるということはあるんだろうかとか、その辺がですね、非常に私は面白いなと思っていますね。 えー、もうちょっとこれが出てくるはずなんですが、まあ、この辺のところですね、えー、言,語モデル言語モデルが言語モデル自身と対話したり言語モデルと人間が対話することによってこう新しい理解になるようにな,なるのかと、えー、そういうことを考えるとですね、まあ、最後にあの大学で今自分たちがいるこの、まあ、研究のや,やっている状況もですね どういうふういになななるるんんんだろうななんてことを思ったりするんですねでね今私たちはこう一人一人の学生にああだよねこうだよねって教えたりしててあの学生は分かってないとかいろいろ言うわけですけども、まあ、そのうちこのマシンラーニング特にチャット GPT みたいなこう言葉で、えー、対話できるようなものができてきて、えー、そうするとも、まあ、しかしたら個々の学生さんの理解がですねマシンラーニングで上がってより我々とこう意思の えー、意図をです、ね、理解してですね、こういい方向に回っていくような、そういう世の中になるのか、逆にですね、もうあの先生何言ってるか分かんないから、もう俺はマシンラーニングでいいんだよって、でわけ分かんない先生はわけ分かんないなりに研究をして、それをマシンラーニングに入れて、まあ、それで世の中回るからいいじゃないかっていう、まあそういう世の中は回るんじゃないか、これは一体どうなるんだろうっていうですね、まあそういったことでですね、えー、とちょっと時間になりましたんで、ちょうど1分遅れで、えー、私の、あの、 応援をですねこれで終わらせていただきます、えー、一応質疑応答はですねもう後でまとめて撮ってますのでここで一旦終了ということでどうもありがとうございました